こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。まずですね、カラーの方でモデルさんの希望のお写真を見させていただいたんですけれども、その写真がですね、ブリーチでだいたい13トンから14トンぐらいまでリフトアップした状態から、トナを入れているような状態のカラーだったんですね。まあ、グレージュって言われているような最近流行りのカラーなんですけれども、それをブリーチしない状態でやりたいっていう、ことだったんですが、やはりトーン上げないとその希望の色になかなか入りづらいということで、最初ライトナーでトーンアップしてとも思ったんですけど、ワンプロセスでいきたいなということで、スローの、マッシュに特化したスローを使ってやっていきたいと思います。それでまあなるべく明るめ でどうしてもアッシュってね、メラニン色素の、まあ、オレンジ味の方をですね少し抑えてしまうので、トーンがちょっと若干下がってしまって、僕らは明るくなったって、美容師さん側は明るくなったっていう風に認識しやすいんですけど、お客さんって素直な状態で見てるんで、意外と暗くなってしまったなっていうトラブルが結構多いと思うんですよね。であまり色をアッシュの色を薄くしてしまうと、あんまりかっこいい色にもならないっていう、そこのなんかやり取りっていうのが非常に難しい部分だと思うんですよ、このブリーチを使わないでカラーをやるっていうのは。で例えばトーン下がってもよければ、アッシュをガンって強く入れてしまえば、かなり透き通ったカラーで綺麗にはなるんですけど、多分お客さんからしたらなんかすごい暗くなってしまったっていう風になると思うんですよね。で多分美容師さんの言い訳としては、徐々に色落ちしますからねっていうんで、とりあえず回室っていうような展開だとは思うんですよ。でそこのやっぱセットギアが難しいなっていうのもあって、僕も今ちょっとカラー迷ってはいるんですけど、うまくできるような感じでちょっと考えてですね、で後でこれから一回毛髪をウェットして、で今なんかついてるので、シャンプー台の方でですね、そのままちょっとカラー剤塗布したいと思います。で席戻ってきてからお薬の、説明とかします。で、ここからちょっとウェットからまず入っていきたいなと思っております。はい、シャンプー台で、ウェットし、シャンプー台でシャンプーして、そのまま毛先だけ今つけてるんですけど、薬配合を言います。スローの、C の14、一番明るいやつ、ライトなんですね。 C の14と、ちょっと変則的な使い方なんですが、 C の14とブルーありますね。ブルー1対1です。多分こういう使い方すると思わない、しないと思うんですけど、オキシは若干多めぐらいですね。 1.2 倍ぐらいにしてます。染料がちょっと薄くなっちゃうと嫌なんで、それぐらいにしてますね。当番よりちょっとオキシ多いぐらいです。で、それでまず髪の毛があったとしたら、こちらですね、根元5センチ塗らないで、ここからここはシャンプー台で塗っちゃいました。でじゃあ根元どうするのかって言ったらですね、さらに今残量、残液ですね、この残液に対して根元が結構アッシュっぽい方がかっこいいんで、毛先はもう今でねこの状態でいいんで、根元のこの残液が2に対してこのブルーを1入れます。オキシは入れません、オキシ入れなくて大丈夫です。この残液が2の量に対してこっちのブルーを1入れます。でこの残液がたくさん残っていると、たくさんこれを使わないとダメになってしまうんで、ちょっと捨ててください。はい、この2に対してこっちは1の量を入れていきます。で混ぜて、オキシは少ない状態ですけど全然大丈夫です。それで根元を塗っていきます。そうすると根元から毛先に対してのグラデーションがつけれるんで、根元がパーンと明るくなってしまうと一番悲しいんで、伸びてきた時も目立っちゃうと思うんですよね。その時に目立たないようにするために、根元の方はちょっとブルー強くしていきます。で、このように、ブルーを追加させて、今度根元の方を塗っていきます。だから本当に余計なブラウンとか使ってないので、もう本当青だけのみっていう感じですね。シンプルに余計なことはせずにっていう感じです。でも今毛先の感じ見てもかなりいい状態に染まってきてるんで、
まあ、いけるんではないかなと思います。まあ、ブリーチでやったぐらい の, あの雰囲気は、まあ、今のところで出せるんではないかなと。抜けてきてる感じでだいたい予測がつきます。で今度、根元を塗っていくんですけど、まあ、14使ってますからゼロテクですね。で、いつも言ってますが、刷毛は寝かしていただいて、ちなみにこれ手で塗ったのでちょっと溶かしてないんですよね。あんまり傷んじゃうと嫌なので手で塗りました。で、刷毛は寝かして、まあ、1センチぐらい開けるような感覚でまず塗っていった方がいいと思います。もしかしたら根元すごい明るくなるかもしれないので、根元をまず1センチ、ちょっとやりやすいように見やすいようにちょっとこうします。刷毛を寝かして、刷毛を寝かします。置いていくような感じですかね。で先ほどの薬を塗っていきます。まあ、スピードも肝心なのでこのような感じですね。もう塗るっていうよりも置いていくような感じです。やはり根元より毛先が明るいっていうのが一番綺麗に見えるカラーですので、そこはちょっと守っていただいてって感じですかね。で、あとなるべくこうシャンプー台でつけた理由とか、まあ、いろいろあるんですけど、メーカーさんの、放置適正時間っていうのが絶対あるので、早くつけて放置してあげた方が時間のロスもなくなってくるので、大丈夫ですか。最初に早めにつけてあげた方がいいと思います。で顔周り、これ結構ブルー濃いんで、顔周りの産毛というかな、そこは青くなりやすいんで、あんまり根元攻めないでちょっと時間差でやった方がいいと思います。なんでここ今結構楽にしか塗ってないんですね、あえて。で1回時間をこれで置いて、今塗った時間もほとんど時間かかってない。まあ喋りながらやってるんでちょっとあれですけども、シャンプー台ウェットしてここまでで多分10分もかかんないと思うんですよね。普通に営業中は多分そのぐらいできます。でここでちょっと1回置いて、で根元今1センチ開けてる状態なんですけど、これは時間を置いてからもう1回塗ります。そうしないと根元明るくなりすぎてしまうと危険なので、あとここですね、この産毛のこの辺とかもみあげのあたり、ここは結構気をつけて、あんまり2センチぐらい開けた方がいいかもしれない、顔周りは。まあ、僕はそうしてます。他は1センチですけど、顔周りは2センチ開けるようにして、まあ、とりあえず一回様子見ます、これで。で、今見た感じ、かなり上がってきてるんで、まあ、モデルさんの希望と合ってるかは分かんないけど、僕的にはこれで、とりあえず成功しそうだなっていう感じの目安はできました。でとりあえずこれで一回ラップをして時間を置いて、それから今度根元の方をちょっと攻めていくような感じです。で、カラーの、適正タイムっていうのは基本的にこの時点のところで、毛先が塗った時点でちょっと合わせて、いってますんで、そこに合わせていきますから、まあ、最大置いてもここから30分ぐらいかなっていう感じがします。なので根元をあんまり攻めてしまうとちょっと早く流していかないとダメな可能性も出てくるんで、まずここをしっかり色を入れていきたいなと思います。あと色落ちをモデルさん気にしてたので、アッシュが抜けて黄色くなってしまうのがすごく嫌だということだったんで、まあ、そういうのもあって、まずしっかり時間を置くっていうことですね。そこでまず時間を置いて、あとウェットで塗った理由としても浸透率は上がるので、薬剤のなのでウェットで塗ることによって、まあ、スピードも上がりますし、水があった方が奥に入っていきやすいので、まあ、そういう意味でもウェットで塗布しております。はい、で毛先こういった泡がね立つぐらいまでこうちょっと揉み込んであげた方が浸透率が上がるので、完全ドライで塗るよりはこっちの方がいいかなと思います。このような感じで塗っていっていただければ、以前の動画でも同じようなカラーの、塗り方の動画があるんで、そちらも見ていただいたらいいかなと思います。こう円を描いて、あんまり摩擦を強くするんじゃなくて優しく円を描くようにしていくと、こういうふうに泡が立ってくれますんで、この状態がすごく浸透してるよっていう合図になりますんで、こんな感じにしていくと綺麗になりますね。ちょっと一回これで時間を置いて、それから今度また根元を塗っていきたいと思います。結構根元の明るくなるスピードが意外と速くて、根元が意外と薬剤つけなくてもいけるかなっていう感じなんで、
残液はちょっと捨てて、で、あの、コームのハケのですね、薬全部取ります。で、もうのあの根元にある薬を伸ばしていくぐらいでなんかちょうど良さそうなので、あえて薬を追加したら多分根元明るくなりすぎちゃうかなって思ってるんですよね。なのでハケであの根元付近の薬を伸ばしていくぐらいでちょうどいいと思います。なんでもう薬つけないでこのままやっていきます。こっからは全体にちょっと塗っていきますね。で、あの根元付近の薬をあのちょっとなじませていくような感じですね。で、コーミングですねしながら、下からきれいにですね根元の方を伸ばしていくような感じになります。この時にあんまりこうしごいちゃうと、しごくっていうのはどういうことかっていうと、髪の毛のこの引き出してるパネルに対して90度でハケを入れてればいいんですけど、これを45度ぐらいにしちゃうと毛先の方にあのしごいちゃって、この中間あたりが あんまり染まんなくなっちゃうんで、まあ、90度ぐらいに自然にこう入れて根元をぼかすのが一番理想です。90度にハケを入れて、でテンションもかかんないんでノーテンションの状態で入れていきます。で根元は、根元付近の薬を軽く伸ばす程度で大丈夫です。パネルに対して90度でいいんですが、こっちのハケはもう寝かすような感じですね。塗料がちょっと多くなってしまうので、はい、ノーテンションで、コーミングして、コームを寝かした状態で伸びてきた時に顔周りあんまりやると、帯ができちゃうので、なんか自然じゃなくなるんですよね、伸びてきた時。なんで顔周りは結構薄めの塗布でいいと思います。でこれでまたラップをしていきますね。でこれでラップして、10分置いたら流していきます。思ったよりもあのそれなりに明るくなって、これにアイロンとか入れると本来の明るさになるんで、今まだ中にね毛髪内部に水分が溜まってる状態なんで本当の色ではないです。はい、今日も無事に撮影が終わりました。いつもお客さんにオーダーされるんではないかなという、まあ、ブリーチを使わないグレージュのカラーですね、そちらの方をやってみたんで、まあ、ぜひ参考にしてみてください。で動画結構ね、頑張って撮ってはいるんですけど、まあ、できればコメントとかでいただいたら非常にありがたいなと思ってます。結構ぶっちゃけのこと言うと、まあ、勝手にやってることなんですけど、自分の技術の動画を無料で配信するっていうのはかなりリスキーなことなんですよね。ちょっとおかしいんじゃないかとか、ちょっと違うんじゃないかなっていうアンチな人も絶対いると思うんで、まあコメントとかもらえたらちょっとありがたいなとか、まあただスルーしてね見るだけじゃなくて、まあなんかちょっと一緒に絡んでくれてありがたいなと思います。はい、で今日もこれで動画の方は終わりたいと思います。はい、バイバーイ。じゃあねー。